なんか次のゾーンで話さない正月の小話やります？小話はないな。小話って言っちゃうとないね。ある小話。小話？で、実家とかは？あ、実家は今回ね、ちょっと家の都合のタイミング合わなくて、帰ってないのよ。ああ。そうそうそう。そうなんだ。実家帰った？実家っていうか、まあ、あの、お姉ちゃんの家。ん？お姉ちゃんの家。まあ、川崎の家はあれなんだ。ああ、そっかそっか。そうそうそう。たけしさんみたいな感じで。いやいや話変わってくから。うん、お姉ちゃんさすがだなって。そんなじゃないよ。新婚さん、新婚早々。お姉ちゃんの家行った。大した女ですよ、それ。うん、そっか。あ、そっか。奥さんの実家とかの話にもなってくるもんね。ね、その年末の、ちょっと2日ぐらい休みやった時に、ちょっとだけ行きましたけど、うん、それも。俺、そうだ、年末、なんか、丸山礼ちゃんと仕事した時に、うん、ロケバスで、うん、礼ちゃんが、ニヤニヤ笑いながら、うん、すごいっすね、酒井さん、つってきて、うん、何がつって、うん、インスタ見てます、うん、いや、見てないけど、つって。私奥さんのインスタも見てるんですけど、すげえっすよあの二人って、いや見てないっつって、見ますっつって見せられて、バッて見て、すげえなーなんだ、一緒の新幹線で帰ってるとことか、うん、なんかほっぺたくっつけ合って、なんかあとダンスか、あーダンスもやったよ、ダンスしたり、ダンスもやってますよ、うん、うん、俺だからそこから気になって、うん、あっちの奥さんの方のね、うん、矢端のインスタもこの間最近のやつもチラッと、うん、なんか見たな、うん、あ、ハッシュタグ大好きな組み合わせで、うん、ポテトフライとバナナシェイク、夫って書いてあって、うん、ハッシュタグ大好きな組み合わせって書いてあって、うん、あのさ、うん、ああいうのでいいんだぜ。怒られると思った。怒られると。だけど、うん、一つだけね、うん、それの同じアカウントでこの番組の告知をするな。いいだろう。それはいいの。色が違うから。確かに統一感ないからね、うん、俺とかも。猫なでペロペロラジオだと思われるから。そうだな。なんだ、なんか、クリスマスツリー一緒に作ってんの。なんか、早送りみたいな感じ。はい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 。うん、あれはさ、うん、ああいうので全然いいし。いいんだ。うん、ね、よかった。告知すんなや。そっちなんだ。別赤作ってくる。いや、でもね、俺、それこそお姉ちゃん家行って、うん、まぁ、ちょっとお酒とか飲んで、はい、おせち食べて。一緒に帰ってんでしょ？一緒に帰って。うん、じゃあ、お母さんが、うん、なんか、嫁に、まあ、来たっていうことじゃん。うんうん、で、下で、ちょっと、覚えさせたい。私の味を。ああ、はあ。腕ぶん回しちゃって。まあ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 ね。おそうだね。雑煮、もうすんげえ雑煮作って。うん。俺も食べたことない味して、うん、いや、お前の味じゃねえよ、これっていう。普通のプレーンのやつ出せや、みたいな。背伸び雑煮。そうそうそう。ちょっといい、高島屋あたりのお出汁買ってきちゃって。いつもと違うよって。で、なんかもうみんなで飲んでさ、子供たちも楽しくなっちゃって。うんうんうん、なんか。そっか、奥さん、は、ねわちゃわちゃって遊ぶもんね、そうそう。なんかね。うん。で、なんか、こんくらいのテーブルがあって、ダイニングテーブルみたいな、うんうん。卓球ができるって言って。ほう。うん。なんか、ネット買ったんだって。うん。卓球用ネット、うんうん。卓球やろうかって言って。うん。チーム分けどうするっつって、うんうん。じゃあ、坂池対、お姉ちゃんの方の家のチーム。俺とお母さんと、ヤバタン、うん。で、向こうは子供たち3人と、お姉ちゃんの夫婦、うん。で、卓球大会、どっちが勝つか。いいね。うん。始まって、うん、最初お母さんやって、うん、子供2人抜きして。もうガチなのよ。なんかわかんないけど。二人抜きはダメじゃん。一人抜いても2人目でとか、バランスあるじゃん。長女に負ける。うん、ああ、なるほどね。じゃあ次、みーちゃんお願いって言って、みーちゃん出てきた、うん。はい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 。長女ボッコンボッコン。姉ちゃんボッコンボッコン。旦那ボッコンボッコン。三人抜き、俺出る、出る幕なかった。やったーアルコ&ピース DC ガレージ。